JR 徳島駅から徒歩10分、徳島中央公園内にある徳島城博物館は、徳島藩と蜂須賀家に関する貴重な資料を導入部と5つの常設展示室を通して紹介しています。緻密で精巧な作りの徳島城御殿復元模型、折れ曲がり塀や能舞台、複雑に配置された各部屋、城内を行き交う人々の姿などが再現されています。この船は徳島藩お召し鯨船千山丸、全国で現存する最古の和船で、国指定重要文化財です。千山丸は沖合に停泊する御座船に乗り移るために使われ、側面にうちわなどが鮮やかに描かれているのが特徴の一つです。地震盤、寺小屋の一部復元、商家の店先など江戸時代の雰囲気を再現しています。旧徳島城表御殿庭園は、蜂須賀港の居間や表書院の庭として作られました。城山を借景にした桃山様式の本庭園は、枯山水庭と築山泉水庭で構成され、池泉回遊式と鑑賞式を兼ねています。徳島城博物館で徳島の歴史に触れてみてはいかがでしょうか。